ドズル社さんと撮影して意気込みを言わなくちゃいけないという緊張しておりますキョウキョウです。そしてずるいな悪空間バブルともドズルです。そしてハート 0.5 で遠くを目指す、ふん、前回優勝者の俺ならできますね。はい、お疲れ様です。危ない、ごめんごめんごめん。僕負けたことないんでよろしくお願いします。ポンジュールです。この撮影が終わった後のポテチが楽しみです。チャスタイヤです。おいおい引き込めよ。遠く離れていても、はい、どうも皆さん、こっちはオラフくんです。お願いします。いいな。お願いします。それでは今から30分皆さん準備はよろしいでしょうか。はい、オッケーです。おいで、やばい、死んだ、気を気を刺された。変なとこ、変なとこ、変な、こっちこっちこっち、ごめん変なとこ、変なとこ、ちょっとね、やっぱハート 0.5 だぞっていうところで、確かにね、はい、そうですよね。はい、ということで、まあ、ルール説明ね、先ほどしたと思うんですけれども、はい、それでは、位置について、はい、用意スタートです。5分を、さあ、ということでやってまいりました。今回は6画面視点、速攻飯取ると、いや、みんな早いということでね、やっていきたいと思いますね。まあ、今回はハート 0.5 ということで、まあね、結構ね、この企画僕何回かね、やらせていただいてるんですけど、まあまあ難しいんですよね。ムラがあるか。僕はもう悪空間バブル狙っていく。やっぱね、オンリーちゃんの意思を継ぐから、悪空間バブルを目指して。やべえ、ひどくね、え、ひど、あっあっ、よし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 、あー、なんでだよ。みんな死んどるよ。みんなめちゃくちゃ死んでる。めちゃくちゃ死んでるな。まずはキー取って、ちょっとまずキーがね、とりあえず大事なんで。で、制限時間30分間なんでね。全員がかから死んでってる。で、これやるときの一応コツがあるとすれば、まあ、あれなんで、食べ物なくてもそんなに困らんっていう、ツールももしかしたらいらないんだよなっていう。でもみんな落ちまくって落とすのありな、マジかよ、えぐいな、ガチか、え、普通に悲しい、おい、これ最悪、ちょっと、いやー、ジジ詰んだ、積みましたね。多分ハイポータルが埋まってるんだ。あ、そうだな。いや、これはなんかもしかしたらチェストとか埋まってるかもしれんから、石があるのはいいけど、このチェストでもあんまりいいのないからな。木がない、木が、やばいやばいやばい。ツルハシですね。ツルハシをオンラインしてツルハシで取る。さあ、このさあ、このキヨキヨが、キヨキヨの何も知らないこの RTA ポサは一流ポサは一流でお送りしているこのRTA 選手権。まあ、これパンを大量に作って、悪空間バブル狙うか。でもいいよな、いろいろ使って、なんていうの、ああいう、なんていうんでしょう、ボート、ヨットか、ヨット使うのが最強なんよ結局。そこまで行きたいんやけど、みんな石器時代とかやってる、怖えなぁ、いつ死んでもおかしくないという緊張感のもと。スコップと剣はいらんな。なるべくでけえ海出れれば相当移動できる。陸続き、そのこの作戦のいたー、フグちょっと待って、あ、面フグにやられてんじゃん。面が今フグにやられてた。危ねえ、待って、大原面はフグに殺害された。こんなことあるの、何それ、フグに殺害される世界あんの。これでいける、準備整った。オラフ君前言ってたな、
馬でもいいけどな。馬。いやーいや。俺30分でしょ。空間バブルきついんじゃないかな。8倍でしょ。アイアンゴーレム勝ったかな彼ら。アイアンゴーレム勝ってたらあれだけど。いや30分間進み続けよう。それが正解な気がする。いやいやこれネザーいけんのか。ネザー、うわー、ネザーの誘惑、ネザーの誘惑だが、しかし、いやこれネザーが正解な気がすんな。これもう死んだら終わりだからゆっくり行こう。死んだら終わりだと思って。あとご飯も作っとこうかな。あの辺 あったかい海にちょっとあんまり入らん方がいいかもね。なんかどうだろう、気持ちあったかい海の方がなんか魚いっぱいいるイメージあるけど、当たり判定出しておこうかな。これ全部フグだと俺死ぬもんな。さすがにそんなことはねえだろうけど、あとは遠くに行ったもん勝ちだよね多分これ。ちょっとあのジャンプやめようか。あジャンプやめようかな俺。ちょっとね危ないねこれね。はい、ステーキ、まあ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 、まあ、ステーキあれば馬でもありだな。とりあえず海の方出たいな。よし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 。でここで一応セーブポイント作っておく。 GO! 夜になったらもう絶対死にまくるから、夜になるまでにネザーゲートに絶対入る。おいしょおいしょおいしょ。これゴーレム誰もやってないのでかいな。オッケー。金属手に入れてるってことはあれかな、多分陸地攻めてるかな。多分ネザーだと思う。結局ネザー、アクカバブル前5000ぐらいだと思って、8000が多分正解かな。それを超えなきゃいけないから、ああちょっと海で稼がなきゃダメなんだけど、これ夜来るんだよな。でこれ沼地のこの水、あー葉っぱが、すごい葉っぱが、あただただ、あっオッケーオッケーオッケー、普通の海、普通の海じゃないあれ、陸地見えんなよ。うわー陸地だー。あそっか、ちょっと待って、僕大きな勘違いしてた。そうだ、あ空間バブルするには、あめっちゃ勘違いしてた。あ空間バブルするにはダイヤモンド掘らないといけないんだった。うわ忘れてた、ちょっと待って、マジで忘れてた、やばいやばいやばい、やばい。そうか、そうなると話が変わってくる。どうしよう。いやでもここはダイヤモンド掘ろう、ダイヤモンド掘るべき。おいスバスキさん早い、さあで早い。ただダイヤ取って、ダイヤピッケル取って黒曜石を使うっていうのを絶対そこは。うわ何これ陸地やん。よしで、あとは半分置いていけ。よし、オッケー。よしで、あとはもうひたすらにどんどん行くと。よし、いい旅ですね。あー最初やられた時はどうなるかと思ったわ。良き旅です。行きましょう、どんどん。いやどうするか、ここは勝負の分かれ目だぞ。でもここまで作っといて、いや、 やっぱ現世で船で行きますってなったら現世側に絶対勝てないんで、ここはもうダイヤモンド一択で行きたいと思います。うわードーゼルさん、ドーゼルさん行った、やばい、いや一発逆転狙ったこの人、すげえすげえな、やばい、もう勝てねえ気がしてきたぞ。ちょっと待って、俺ボートで戦おうとしてる俺ダメじゃねこれワンチャン。ホットスタッフドズさんゲートだ。やばい、このまま夜向けたら確実に死ぬ。30分でしょ、これどう、馬欲しい、馬、ピラミッドとかあればその中に蔵があるんだけど、いやもうずっと海がいいなって。海がなんやかんや一番安全やから、夜来たら夜来たら大変やからな、安全に行きましょう。こっちか、こっちか、ちょちょ、おお急に現れた。これがチェストがない、チェストがない、マジか、ノーチェストか。ダイヤモンドをゲットするしかないか。ダイヤモンドピッケルがあればいいから、砂漠にあれとかないかな。ピ
ピラミッド。ピラミッドとかがあれば黒曜石を掘れる。地下まで行くのは結構骨が折れるぞ。あ、来た。え？いやだから、まあだから川が続いてるのはいいのよ。川は結構なんだかんだいいんじゃない？ちょっとこれ読み込みがね、多分6人別方向行ってるから。ちょっと、おっ、来た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 。こっからぶちかまそう。さあ、ここで一回もうボートで行く。さあ、俺の、Ladies and Gentlemen、 俺のボート旅へようこそ。これボート進んでいきたいなって思うんですけども、あとはもうあの昨日時間の許す限り、なるべく直なるべくその直進方向に対して向かっていきます。はい。ただちょっとこの読み込みが一切されないのがマジで怖い。マジで怖い。読み込み、ほらこういうことが起きるんですよね。こう迂回しさせていただいて、いや違う、ここはね、ここでね、甘んじるな。ここで一回迂回して、迂回すればいける。 OKOK。 神。さあこれ夜、さあ夜はもう夜なんて絶対開けないわけなんで、夜はねいいよ。だから夜は海多分安全だと思うよね、これね。ちゃんと海に出とかないと。お、深いか、深い、ちょっと深いから、ワンチャン、全然違うね。葉っぱにぶつかりまくってるっていうのもめちゃくちゃしょっぱい、正直。いやー、海に出れないのはしょっぱいぞ。あー、世界の果てが。ダメだ、ここはダメだ。いやー、戻されるのか。なんだこれ。しかも夜になったから陸地上がれね。こっちの方向最強やったらいいな、永遠に行けたら。いやでも今回もう2000ぐらい住んでるからでかいよ。うん、結構いい感じで住んでる。一旦積んだ時用になんかあれよね、どっかでベッド敷いとくのもありやな。みんな寝ないか。みんな寝ないな。全体像が見えんな。弓矢に当たったら大体終わる。いやー、思いっきし池田だ。ウィッチもいるし、これは正直痛すぎる。うわー、海見つけられなかったか。海出れたらでかかったんだけどな。うわー、ゾンビの声。あ、でもいいや、この高さのゾンビは洞窟はダイヤ見つかる可能性高いから、むしろ歓迎かも。戻ってる。おお、だいぶ海、ずっと海だ。よかったー。え、あれだな、ドズルさんとかは別に、あれだ、ネザーとかまだ入ってないな。ってことはまだ全然チャンスある。ここからはマジでキヨキヨ選手、残り時間ですね、残り時間18分2秒あるんですよ。18分2秒あるんで、なるべくこの本当の直進、その本当の直進を決め込んでいって、本当の直進が結構むずいんだけど、まあこうやって逆になんか蛇行しちゃうから、結局蛇行しちゃうんで、もう直進でいって、残り17分40秒直進し続けたいと思います。はい。陸地やめろよ。おい、で俺歌を歌おうと思ったのに。迂回して、いやー、迂回できねえか。山岳か。こういうのさ、たまにマグマ溜りあるからさ、危険なのよね。いけるっぽいな。まだいける、まだ参る。うわ、マジ。オッケー。さあ、読み込みの対決になってきた。おげー。3000マスぐらい来た、今。2600、悪くない。やってまいりました、読み込みの対決。時間は半分ぐらい経ったでしょうか。ひたすら抜けた夜の海を何の笑顔にもなく、ただ暗闇を走っております。オッケー。抜けた。よし、こっから直進していきます。海は広いな、大きい。村はでかいぞ。まあまあ
ありがてえ。ここでベッドとか食料とかゲットできたら最強やねんけど、あんまりないな。まだあれかな、栽培中とか。あ、なんかすごい読み込み早くなったな。なんでだ、みんなネザー行ったんかな知らんけど。3300、今3400だね。4000ぐらい行きたい。ワンチャンこっちは読み込んでないけど、みんなリスポーン設定してんな。くー、沼地や海に繋がってるかってワンチャン思ったけど、いい感じ、いい感じ。何も見えないけどいい感じ。いやー、来たから行くわ。おお、危ない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 。おやめろ、なんだよ、やべえべ。あー、またドラウンド。あ、オラ君、オラ君とボンさん一緒に死んだオラ君とボンさん、しかもいい夢見ろよしてなくない、してるかな、いい夢見ろよしてるのかな。誰もいません。スケルトンがいたらマジ終わり。え、鉄物だボンさんあれ、オラフさんも死んだ。お、これワンチャンあるぞマジでこれもしかしたらだけど、死ななければ勝てる説あるオラフさん今地獄にいるな。今やばいね、これ。ちょっと待って、取る前にやられる。これ積んだ。いや、割と積んでるなこれ。ドズキオ大原はまだ行ってない。オラフくん、いや多分リスキルになってるな。これ一回死んじゃうともうリスキルの鬼になっちゃうから大変だった。いや怖い怖い。あー、オラフくんが夜のデスループに巻き込まれてる。あれきついんだよな、一回ハマるともう絶対出れないんで。最悪最悪。え、ラフさんもリスチーにもスケルトンしか湧いてないでしょ。やべえとこ来たよ、やべえとこ来たよ。ちょっと待ってくれ、これ一回待って、大丈夫かな。取っていって、大原もうネザー行ったな。俺はでも駆け抜ける。一回ここでリスチー設定しようか。ちょっとラグいな、マジで。嘘だろ、え、どこ。うわー、しかもどっちだっけ。あぶ、あぶ、こっち。うわ、嘘だろ、ちょっと待って。うわ、手持ち全ロス、やば。ちょっと待って、やべえ。え、待って、きつい。は、え、終わった。あ、終わった俺。あー、終わった。どんまーい。夜なんだろうな、外かな。あ、キヨキヨ様死んだ。やばいやばいやばい。多分オラフ君のあのキルログが出なくなったら多分昼ですね。それまでは地下にいましょう。笑わせてんもん。死亡ログで笑わせてくんもん、オラフ君。ずるいよ、強いよそんなの。いやー、大原とかドズさん、いやどうだろう。もう自殺しとるやん、オラフ君。あ、朝来た。オッケー、俺そんなに止まらずに海来れたから今4000マスぐらい。オラフもう10回ぐらい死んでる無限コンボ食らってるわ多分。どれだけいろんな死に方できるか選手権、サボテン、あとは、おい来いよタスク。オラフさんがもうこれ地獄でしょ。オラフさんこれ地獄だよ、これ辛いよ。もうメンタル崩壊起きてもおかしくないよこれ。さあゾンビちゃんいる。ちょっと待ってくれ、これ
これもう抜けるしかないけどな、でも言っても。 OK、 こっからもう抜けていきます、頑張って。かわいそすぎるんだけど。泣いてそうだなこれ。あ、ダイヤダイヤダイヤ、おいダイヤ、おいバカ野郎、おちょちょちょ、撃つな。マジかよ、ダイヤってクリーパーで爆破されんの、おふざけんなよ。海を終わるな。てててんてんてててんてんてててんてんてててんてててん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 。オラフくん、メンタマンだんだん豪華になってるってんじゃん。オラフいなり、ドラウンドの数現れた目の前に。よし、ないか。お、やめろ。あーくそ、ちょっと今くそ、松明浮いちゃった。めっちゃ松明浮いちゃった。浮き、いやーしんどいなこれ。ちょ待って、マジで何もできてないよ。あ、どうだ、死んだ。さあまだメインが死んでねえんだよな。メン大体が相当いってるはず。いやーこれ海かと思ったら、いや海に。あドズルさん、ドズルさん、もうオラフさん地獄、オラフさん本当に今地獄の、はい、地獄を生きております。ここはね、早めの判断が必要なんだよね。終わったと思ったらすぐ。あ、終わったな。サバンナは比較的戦いやすいから。うん。お、これ草原か？草原だな。最初に飯をいっぱいゲットできたのがでかいんだよね。さあ、沼ってますね。沼だけにって言おうと思ってたけど、沼抜けだからもうそれも使えねえか。走ればまだある。ちょっとこれ反対方向だと海やったりしたのかな。ちょっとこれは、うん、あー羊いる。森の中だが、ベッド作るんだったらベッド作っておきたい。ちょっと気がいる。いやもう何もできん。ちょっと待って、頼む、ダイヤの残骸。いや、あそこダイヤのとこで爆発するかな、クリーパー、マジで。ちょうどダイヤが全部なくなる位置で。あいつ分かってやっただろう。パン、うま。いやー、怖いな。出たな、サボテン。サボテン、マジで怖い。三人称して慣れてなさすぎて、サボテンが怖い。サボテンが怖いよ。いや、うま無理か。うま無理だよ。オッケーオッケー、ここで、はい、また行って。いや、そろそろリス設定しといた方がいいかな。頼む、ダイヤ見つかったのに。不運すぎる。いや、でも一つ学びがあったな。ああ、来た。一個かい。一個か。あ、2個。お、トドさんが言えばダイヤモンド。ただ、割と制限時間が結構迫ってるから、今からだったら、悪感バブルほどは多分止まらそうだね。素晴らしい建築じゃない、ここ。沼地に家とかあるんや。お邪魔しまーす。え？何これ？なんかやられたんやけど。は？ああ、もうわけわからん。もうマジで、もう嫌だ。もう嫌だよ、もう。村人やと思ったし、猫おったから。何今の。オラフさん、ウィッチの魔法で殺された。ちょ、なんかこれ、オラフさん、これ、別のゲームやってない？ワンちゃん。別のゲームやってない？いやー、これ、運尽きたかな、もう。さすがに。さすがに見せ場なし説ある。ダイヤモンドが、ピッケルが作れない。ダイヤピッケル作れないと
オッケー。まあちょっと陸走ってるけど、これ蔵とかワンチャン見つけられたらさ、馬とかも速かったんかね。なんか馬とかも普通に強そう。まあねえからねえんですが、まあいいか。ねえならええわ。俺は具体のことだってるわ。しつつ、来た。よし、これでいこう、よしよし、少しでも。待ってよ。木の棒と、残り時間5分です。いや、ちょっと待って。木が足りない。木が足りないけど、上行けばいい。残り時間5分です。さあ、5分のアナウンスさせていただきました。さあ、ここで、ちょっと待って、どうしようかな。待って。山じゃん。これ山来たよ、山来たよ、また。また山だよ、これ。やめてください、山を3マスで俺死ぬんですって。いやー、もう無謀な挑戦はやめよう、マジで。さあ、残り18秒。さあ、13、12、11、10、9、8、危ない7、危ない。3、2、1。さあ、鳴った。ピピー、試合終了でーす。ピピピピピーピピーピピー、ちょっとこれ、夜来る。ピピピピー、クリエイティブ、写真撮って。クリエ。もう、泣いてるんすけど。いや、オランさん、20回ぐらい死んだでしょ。もう、途中から僕、違う競技してました。いろんな死に方をできるかみたいな。最後のもう、マグマとか入ってたっすもんね。USで。いや、タイタイ強そうだな。いや、タイタイだけ情報が何も出てこない。タイタイ情報ないね。いや、大原もないですよね、それ言うと。大原は、いや、なんか一回死んだくない。大原の絵はそう、鉄がなんか。鉄ピッケルとか。あ、見た。皆さん、いいですか？ちょっと待ってくださいね。あれですよね。ゆっくりで。はい、どうも。100の倍数の数。1スタックじゃ足りんわ。ちょっと2スタックぐらいちょっと持ったかな。どう。全然。105とっすね。なるほどね。いや、それでは、はい、今回はですね、X と Z ですか。足した数、うん、そして100につき1個積み上げていく方式で、お願いいたします。ガンガン積むぜ、ガンガン積むぜ。いきます。いや、いけ。でも最初の方はもう飛ばしていきますよ。いきますよ。そうだ、ね、ガンガンしましょう。いきます、はい、せーの、はい、1。あれ、どうぜさん。いや、違う、僕は空間バブルでネザー狙ってたんですけど。そうですよね。そう、ダイヤモンドピッケルが必要なんですよ。うんですね。黒曜石を10個ゲットしないといけないから。なるほど。なんですけど、ダイヤモンド見つけたって思ったら、目の前でクリーパーが爆発してダイヤモンド全部消えたりとか。とか、ダイヤモンド次見つけたって思ったら2個しかないとか。やっともう最後なんとかでたどり着いたネザーが閉鎖空間でどうしようもないみたいな。マジっすか。最悪の、ごめんなさい、はい、先行ってください。じゃあ行きますか、そしたらね。そしたら行きます。1積みましたので行きます。はい、2、3、4、5、6、7、8、9、
きますよ。10 10 OK 11 あ、ホラス君が900ですね。おー、ホラク死にまくってたもんな。苦しそうだな。900いったんすね。頑張ったっすね。900までは最後まで。素晴らしい。やばい、ちょっとボンさん、ボンさん、僕たちの背負ってちょっと大丈夫、任せて。いいっすね。今が11ですかね。はい、はい、今11が、キヨキヨは今11ですね。11いきまーす。11の、はい、12 13 13 14 15 16 17 18 19 20 2000マスですね。うん、まあ全然足した数ですよね。全然どんどん行こう。そうですね。21 22 22 23 24 25 26 25 26 27 28 29 30。はいはいはい、おお、3点マス。おお、すごいさ、すごいさ。さあ、いきますよ。やばい、いきます。40、41、42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 、
千マス移動いきます。それでは参ります。はい、51 52 53 54 54 55 56 56。キヨキヨ終わりました。僕も終わりました。同点。ボンさんとキヨキヨ同点ですね。同点だ。ちなみにこれ10単位でちゃんと見よう。確かに。どっちが遠かったんだ。私はい5523。はい、キヨキヨ選手、はい、5530。7マス遠い。7マスキヨキヨさんの方が勝ち。ありがとうございます。やばい、すごい。すごい。さあ、続いて。はい。いきますか。56いったので57。57。57。5。おお。あれ？そう。近っ。マジか。みんな近っ。マジで。こんな近いことある？やば。大原、5700マス。じゃあ、タイタイ積んじゃえ。タイタイも積んじゃって、どんどん。5600。次、何でしたっけ？5800。今、58だね、次。58。6000。6000。強っ。え？おぉ！え？7000いった！7000！1、2、3、4、5、6、7、8、9。7900？はい、やばいか、本当にすげえな。めっちゃすごいな、圧倒的だ。圧倒的。いやー、タイタイに負けたか、クソ。いや、そこじゃないっすよ。全然よ。1位タイタイ、2位メン、3位キョキョさん。よっしゃー、帰宅部、1、2、3よ。解消。
ちょっとリベンジしたいなマジで。ということで今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。参りまして、マインクラフト動画、17時30分にプレミア公開でございますんで、ぜひともね、真ん中のボタンからチャンネル登録していただいて、次回を見ていただければなと思います。そして今回出てくれた皆さんのね YouTube チャンネルリンク説明欄にありますんで、ぜひ登録して動画見てみてください。ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。